車好きのパラダイス、ザ・モーターウィークリー、藤本恵美里です。さあ、今日のザ・モーターウィークリーはスペシャル企画でお送りします。トークバトル、みんな横浜だぜ、スーパー GT 第2戦富士スピードウェイです。ゴールデンウィークの真っ只中、5月3日と4日にスーパー GT の第2戦富士スピードウェイが開催されます。待ち遠しいですね。いやー、私もね、見に行く予定ですけど、すごく楽しみです。実は今日このスタジオの外には今日のゲストの方来てくださってます。なんと松田継男選手、そして平手康平選手がスタンバイをしてくれてるんです。あの、この2人は横浜にもね、縁があるということで、ちょっとお二人のプライベートなんかも聞けちゃうかななんていうふうに思ってます。さあ、皆さんもですね、今日の放送を聞いてスーパー GT 第2戦富士スピードウェイを見に行ってくださいね。ということで、今日もどうぞ最後までお楽しみください。 The Motor Weekly。 あなた、宝くじ当たったわよ。本当か？しかも雑誌の懸賞と商店街の福引きも。おい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 、ついてる。つきすぎだろ。とりあえず何買う？つきすぎて怖いから、まずは安全機能がついてる車を買おう。突然の事故に備える安全機能、トヨタセーフティーセンス。詳しくはウェブで。あ、広いね。燃費いいらしいよ。めちゃくちゃ入る。ねえ、視界が広いね。運転楽だわ。ハイブリッドで4駆もあるんだね。いやー、1本取られたな。ホンダのフリードに乗った方の感想です。知るほど乗るほどフリード、すべての人にちょうどいい。ホンダ。もっと大きな画面のカーナビにするなら、パナソニックのストラーダ F1D。 9インチの大画面だから見やすくて使いやすい。しかもいろんな車につけられます。みんなの車に大画面、パナソニック。藤本恵美里がお送りしているザ・モーターウィークリー。さあ、今日はトークバトル、みんな横浜だぜ、スーパー GT 第2戦富士スピードウェイと題して、にぎやかにですね、お送りしていきたいと思います。お待たせいたしました。今日のスペシャルゲスト来てくださってます。まずは昨年のスーパー GT 第2戦富士スピードウェイの優勝チームニスモから松田継男選手です。松田選手、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、そして昨年の GT500 クラスのチャンピオン、レクサスチームサードの平手康平選手です。平手選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日のザ・モーターウィークリーはね、もうスペシャルでお送りしてますけれども、あの、松田選手は GT500 クラスの最多勝ドライバー、はい、はい、そして平手選手は昨年のチャンピオンということで、はい、うん、豪華なお二人に来ていただきました。いやー、3連覇阻止されて平手選手の隣にいるのが若干ちょっとね早速それいきます。やっぱり ねなんかどうですか、松田選手いやー、もうね、今年はいろいろとね、波乱の年でもあるかなと思ったんですけど、なんでこんなに早いのっていう感じで逆転されちゃったんで、ちょっと悔しいね。悔しいね。だから今日はちょっとお二人、偶然なんですよ、お二人に来ていただいたのは、松田選手と平手選手ということで、なんかでもここには何か因縁じゃないけど、因縁はないよ。僕たち仲良しなんで。仲良しですか。富士スピードのイメージキャラクターをもう何年ですか。もう何年だろう、7年か8年ぐらいやってますよね。はい、チェカっていう、はい、僕は次チェカで、平チェカですね。チェカって何なんですか。チェカっていうのは富士スピードウェイのイメージキャラクターなんです、でもう一人の横浜在住の、イタリア人っぽい日本人、イタリア人なんですけど日本人っぽいイタリア人ちょっと逆でした。ロニーさんですよね。そう、ロニーさん、ロニーチェカね。それはロニーチェカっていう、そうなんですね。ロニーチェカやってます。そうそう、しかもロニーチェカのロニーはひらがなですからね。あ、そうなんですか。あの、カタカナじゃない。そう、だからね、3人のチェカで、チャンピオンをずっと取り続けてるんで。そうなんですよ。多分去年ね、平チェカに取られちゃったんで、もう今日機嫌が悪くて来てないんですよね。あ、ロニーが。ロニーさん。そう。冗談なんですか。あ、びっくりした、びっくりした。でも結構ロニー本気だよね。本気だよね。今日はですね、そんな裏話もいろいろ聞けるんじゃないかななんて思ってますけど、今ちょっとお話にもありましたけど、まずは岡山をね、
開幕戦をちょっと軽く振り返っていきたいなというふうに思うんですが、あれ開幕しましたっけしましたよ、開幕しましたね、松田選手走ったじゃないですか、走ってました ね、走ってたじゃないですか。いやもう開幕戦はね、もう LC500 クラスっていうぐらいね、もう1位から6位まで独占でしたね。 そこにかろうじてなんとか7位には入ったんですけど、ちょっとね、カテゴリーが違うぐらいね、ちょっと早かったんでカテゴリー違いましたなんかもう本当ちょっとねびっくりだったね。GT500 クラス、GT300 クラスじゃなくて、LC500 クラスになってるような、でも松田選手はそのね、7位でしたけど、LC500 をこう、すぐ後ろからこうずっと追いかけてたわけじゃないですか、岡山、実際その後ろから追いかけてみて、なんか感じたことっていうのはあったりします？いやもういろんなこと感じて、もうここでは言えないぐらいに、エンジニアとね、もう開発の人にいろんなこと言って、まあいろいろやってくれてると思うので、まあ第2戦はね、ちょっとまたレクサスに勝たしたくないなっていうのはありますけどね。いやでも本当ね、私もそうですけど、やっぱりこうゴールデンウィークの富士、これはもうスーパー GT 見に行かなきゃ楽しみだなっていうね。そうですよね、ファンの人もいっぱいいると思うんです。で実はですね、この番組でスーパー GT の情報を伝えてくれてます、ピエール北川さん、お二人にとってもおなじみの方だと思うんですが、そのピエールさんからもちょっとこんなコメントいただいてるので聞いてください。さあ FM 横浜お聞きの皆さん、こんにちは。スーパー GT オフィシャルアナウンサーのピエール北川です。富士のレースなんですけど、僕の予想を言わせていただくと、開幕戦でレクサスがこれだけ暴れちゃったので、まあ第2戦の富士もレクサスが暴れるのかなっていうところがやっぱり手堅いですかね。ただ僕は結構手堅いところをついていながら、ファン目線で考えると、レースは荒れれば荒れるほど面白いなっていう、そういう気持ちも実は持っているので、まあそこになんかね、レクサス同士、今度久しぶりに富士優勝するのは誰なんだみたいな感じの開幕戦みたいにガシガシやり合っちゃうと、思わぬところで日産がひょこっと来たりとか、思わぬところで NSX がひょこっとこう、勝利を奪ってったりとかっていう展開になると、まあ多分500キロのレースは見てて最高に楽しくなるでしょうね。はい、ということでどうですか、こんなにもやっぱりレクサス暴れるんじゃないかって、選手ね、ピエールさんおっしゃってます。まだね、2戦目まだウエイトそんな乗ってないですし、まあ富士でもテスト調子良かったんで、僕たちでね戦って誰が勝つかって感じだと思うんですけど、まあでも、僕らとしてもね、やっぱりそこで勝ちたいとかって、そこでね、LC500 クラスだけ走ってたらね、面白くないんでね、500クラスになっちゃいますLC500 クラスになっちゃいましたね。そうですね、はい。ということで、まずは5月3日4日のレース、みんなでね応援に行きましょうということなんですけど、この後もですね、お二人にはお付き合いいただきまして、リスナーさんからメッセージをたくさんいただいてます、なのでちょっとお答えいただきたいななんて思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。 The Motor Weekly、藤本エミリがお送りしています、ザモーターウィークリー。さあ今日はスペシャルでお届けしていますよ。皆さん、トークバトル、みんな横浜だぜ、スーパー GT 第2戦富士スピードウェイです。今日はニスモから松田次男選手、そしてレクサスチームサードから平手浩平選手をお迎えしてお送りしています。さあ松田選手、平手選手、実はですね、告知をねずっとさせていただいてたんですけど、リスナーさんいっぱい質問メッセージを送ってくださいました。なのでお二人に直接お答えいただきたいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、東京都大田区のひろのりさんです。ありがとうございます。お台場のモータースポーツジャパンフェスティバルのトークショーで、松田選手の体重はマックス時には80キロを超えていたとおっしゃっていましたダイエットを成功させた極意をぜひ教えてください。そしてポイント獲得によるウェイトハンデがじわじわと効いてくるのがスーパー GT の面白さでもあるのですが、10キロのウェイトハンデでもブレーキや燃料に影響してくるんですよね、という松田選手、まずは、ダイエット成功の極意を、極意ですか、お願いします。断食ですね。え、冗談でした、びっくりした。いや、ドライバーさんですからね、食べないっていうわけにはいかないですよね。そうなんですよ、だから一番大変だったのは、その
まあ、筋肉も落としすぎちゃダメだし、はい、だけどあの脂肪を落としすぎると今度あの長い距離を走んなきゃいけないんで、 ある程度脂肪も残さなきゃいけないんですよ、だから大変なトレーニングとあとは食事制限、ね、もしましたね、もう今は普通には戻ってるんですけど、はい、やっぱり太ってた時はねなるべく糖質を取らないとか、はい、炭水化物を取らないとか、はい、そういうことを結構心がけて、でなおかつあの、まあ、有酸素運動をして代謝を良くする、そして脂肪を燃焼して痩せたっていう感じですかね、そっか。でもさっきチーズケーキ食べてきたんですよね。逆に今は食べてで動いてってやってるんで本当体の調子がいいんですよね。一番理想的ですね。そうなんですよ。いや羨ましい、そうなりたいなってね、ま、思いますけど、体質改善、体質改善、平手選手ダイエットとかって、はい、はい、僕も一応ダイエットっていうは言わないんですけど、はい、まあ、食事制限をちょっとやり始めましたね。僕も今年30になってやっぱりここから 1,2 年するとやっぱねちょっとその機能的に落ちてくるって皆さん言ってるので、やっぱスポーツ選手はよくわかりますね。そうなんですか。実は、ね、僕太った理由は20代の時ってどんだけ食べてもあんまり太んなかったんですよ、はい、30超えて20代と同じような食べ方してると意外とついちゃうんですよ。いやでもそういうこの体重っていうのがどうなんだろう、結構マシンに影響してきたりとか、はい、だってね、まあ、さっきの10キロの上、ね、ハンディウェイトでブレーキや燃料に影響するのかって言いますけど、はい、10キロだと意外とね、日産勢でいうと佐々木大樹選手とか安田博信選手は50キロ、はい、55とか56なんですよ体重が。で僕痩せても今66とか7ぐらいじゃないですか、そこで10キロあるんで、意外と軽い選手はね結構有利なんですよ GT は。そうなんですね。だからちょっと辛いよね。そうですね、だいたい10キロコンマ2秒って言われてるんですよね、まあ、サーキットにもよりますけど、だいたいコンマ2秒ぐらいその10キロで変わってきますよって言われてるんで計算上は。そうなんだ。やっぱりそれだけ重いと、まあ、ブレーキもタイヤにもきついっていうのはありますよね。だから体重を減らすっていうのも大事なんですけど、車を軽くするのに1キロ多分いくらかかると思いますよ。全然わかんないです、ごめんなさい。1キロ多分ね100万で効かないよね。効かないですね。そんなにするんですか。そうなんです。だから何百グラムっていうのを積み重ねて軽くしてるんですよね、はい。だからね僕たちにとってはなるべく痩せなきゃいけないっていうのがあるんですよね、うん、いやそんなになんかねかかるものなんですね。そういうのもね全然わからないかったけど、だって勝負だからね。そうですね、うん、勝たなきゃいけないんで、うんうん、だからメーカーも一生懸命 ね、うん、そのお金使ってちょっとでも軽く、ちょっとでも軽くっていうのをね。で実はですね今日はまだたくさんいただいてるんですけど、こんなメッセージもいただいてて、ラジオネームコロンボンボンさんです。平手さんは横浜在住なんですね。です横浜市民ですよ、ねえ、はい、で松田さんが所属するニスモは横浜にある会社ですよね、と、はい、いうことで、お二人とも横浜には縁がありますよね。お二人が持つ横浜のイメージとか思い出なんかをぜひ伺いたいです、というなんかどうですか、こう横浜でこんなとこ行ったなとか、こんな思い出があったななんてあります？まあ、僕はねやっぱりまあ、東京出てきて僕2006年でちょうどまあ10年ちょっと経つじゃないですか。やっぱりね横浜って結構景色もいいし、いろんなデートコースがあって、ね、いろんなところにちょっとねこう女性を乗せてドライブ行ったなっていう思いがありますね。いろんな女性をいろんなところに そこ大変大変、ね、大変大変大変、ね、いろんな女性ちょっと引っかかっちゃいましたね。そうです、後で喧嘩とかなっちゃ困りますので、ね、いろんな女性じゃなくていろんな場所 場所に、はい、じゃあこうねなんかこう景色が綺麗なところに、外人墓地とかね、外人墓地行かれたんですか。行きましたね、ベイブリッジのね、見ながらね、なんかすごいしっとりとちょっとなんかムーディーなというか ね、いやもうそういう場所ですよね横浜ってね。そういうイメージですよね、もう本当おしゃれな街というか。おしゃれだよね、でその後ねちょっと中華街ご飯食べ て、ね、ご飯食べて、はい、で山下公園夜ブラブラ歩いたりみたいなね、もう本当にもうデートコース、そうでそこで告白してね。あ、そうなんですか。告白したんですか。同玉砕する。玉砕玉砕した。そうなんですか。いやまあいろいろ若い時はね、まあまあ若い時はね。松田選手なんて言ったんですかその時。こんなとこ掘り下げるな。そこは掘り下げないでね。いろいろなプロポーズあったと思うんですけど、ね、聞いてみたいですね。傷ついちゃいます。あ、傷ついちゃう。そっか。
思い出したくないですね。そっか、玉砕ね。玉砕ね。そう、2回も繰り返すなんて話ですよね。さあ、あの、先ほどもご登場いただいたんですけど、スーパー GT の、 あのオフィシャルアナウンサーピエール北川さんからお二人へ質問コメントもいただいてます、はい、あのスーパー GT のレースって2人でこう力を合わせて、まあ、1台の車を走らせる、でチャンピオンを目指していくっていうレースになるので、相方との相性っていうのがね、やっぱり重要だと思うんですよ。なんかこう、例えば平手選手は相手が元 F1 ドライバーの平木コバライデン選手、フィンランド人でしょ。で、松田次男選手はロニー・クインタリー選手というイタリア人で、お互い外国人ドライバーで文化も多分食べる好みも違うと思うんですけど、なんかうまくいく方法、実践してる方法とかあるんですかね。ちょっとそれを聞いてみたいですよね。うまくコミュニケーションを取る方法をいかがでしょう。はい、ということで、うん、ピエールさんコミュニケーション取れてないんですかね。なんか気になってましたけどね。面白い。いやいや、怒られますね。そう、ということでね、はい、お二人は本当にあの平手選手は平木コバライネン選手、はい、そして松田選手はロニー・クインタレッリ選手ということで、はい、どうなんですか、コミュニケーションって。喧嘩したりとかっていうことはないんですか。喧嘩ないですね。どっちかっていうと、そう、なんか意見が合うんで、ね、よくね、うん、あるんですよ。あの1台の車をね、はい、2人のドライバーが乗るでしょ、はい、そうなるとお互いのセットアップだったり、そのお互いのスタイルが違うドライバーと組むとセットアップで喧嘩になるんだよね。でもね、お互いだってね、やりやすい方こっちがしたいっていうのがね、そうそう、ありますもんね。だから逆に言うと、まあある程度ね、あのお互い折れなきゃいけない部分っていうのがあるんで、僕は相当ロニーに折れてる部分もあると思うんですけど、そうなんです。でもね、それがないとこのスーパー GT ってチャンピオン取れないんですよ。そうそうそう、やっぱ俺が俺がっていう人がそのチームに一人でもいると、その要は速い車を作れないんですよ。そう、さっきピエールさん言いましたけども、やっぱりそこをね、うまくね、バランスを取る、そこが大事だと思いますね。じゃあ最後に、もうお決まりだと思うんです、でこの直前で何度も聞かれているとは思うんですけど、第2戦富士スピードウェイへの意気込みをですね、ぜひリスナーさんへのメッセージとしていただけますか。はい、はい、まあ、GTR ね、今いろいろと苦しい状況ではあるんですけども、この500キロの富士の第2戦はね、3連覇できるように、ちょっと平田選手なんとか、なんとかゆっくり走ってみたいな個人的お願い。まあでもね、精一杯ね、ロニー選手と戦って、はい、まあ去年ね、500キロ本当あるんで、最後にちょっとね、ドラマもありましたよね、はい、去年ね、びっくりしましたね、去年も。だからきっちりね、500キロ走り切って、最後トップ結果をね、受けられるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。そして平手選手お願いします。はい、そうですね、もう僕は横浜市民代表としてですね、富士のね、500キロレースを、まあ、GTR がね、ここに連覇してるんで、まあ、そこは今年の LC500 強いよっていうところをね、見せつけて、表彰台をね、開幕戦のようにテキサスで固めたいなと、でそこの頂点に自分が行きたいなと、はい、はい、思ってますので、でね、横浜から近いので、ぜひ富士スピードウェイに足を運んでいただきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。今日はちょっとこうね、FM 横浜聞いてくださってる皆さん、なんかね、松田選手と平手選手がこんなに横浜の話をしてくれるなんてっていうのもね、すごく嬉しかったななんて思うんですけど、ぜひみんなで富士スピードウェイ第2戦には応援に行きたいなというふうに思ってます。改めまして、ザ・モーターウィークリー、今日はスペシャル企画でお送りしました、トークバトルみんな横浜だぜスーパー GT 第2戦富士スピードウェイ、ゲストはニスモから松田次男選手、そしてレクサスチームサードから平手康平選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。綾瀬はるかです。皆さん、今のカーナビに満足してますか。ブルーレイまで楽しめるのがパナソニックのカーナビ、ストラーダ F1D。 おうちでブルーレイに録画したドラマやアニメをご家族みんなで9インチの大画面で楽しめます。私のおすすめはストラーダ、パナソニック。ドイツではフェーラー、スリランカではノヘキアーワ、インド西部のグジャラートではブール、南アフリカのクワズルナタールではウクシュレーカ、日本ではミス。ミスはどこにでもある。だからトヨタセーフティセンス P は4つの安全機能で運転ミスに備えます。詳しくはウェブで。あ、広いね。燃費いいらしいよ。めちゃくちゃ入る。ねえ、視界が広いね。運転楽だわ。ハイブリッドで4駆もあるんだね。いやー、1本取られたな。ホンダのフリードに乗った方の感想です。
知るほど乗るほどフリード、すべての人にちょうどいい、ホンダ。お送りしていますザ・モーターウィークリー。さあスーパー GT も気になるところですが、こっちもねかなり気になってますよ。そうです、世界耐久選手権 WEC、 4月に開幕しました今年の WEC。 第2戦は5月の6日から7日にベルギーのスパフランコルシャンで開催されます。ということで今年もですね、この方からレポートいただいてます。リスナーの皆さん、エミリーさん、こんばんは。カーグラフィック編集部の早田義久です。さて今年も2017年のウェックが開幕いたしました。今年はまず今まで20年近くそのスポーツカーレースを牽引してきたアウディが、ウェックシリーズから撤退を昨年いっぱいでしまして、ですからトヨタ、それからポルシェの一騎打ちという構図になります。でこうして幕を開けたその2017年のウェックなんですけども、練習走行からその目覚ましいスピードを見せたのは新型のトヨタ TS050 の2台でした。でそのスピードはその予選でも衰えることはなくて、小林カムイ組の7号車がポールポジション、そして中島和樹組の8号車とともにフロントローを独占という形になりました。やっぱりあの事前に皆さんが予想してらした通りに、突然雨が降ってきたりですとか、それによって誘発されたアクシデントのその収拾を図るためにセーフティーカーランがあったりですとかで、そういう状況の中でやっぱりトヨタは予選で示した速さをなかなか決勝に結びつけることができない。その一方で逆にその予選ではトヨタの後塵を拝したポルシェが着実にその状況の変化を判断しつつ、手を打った策がどん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 当たっていくみたいな感じで、トヨタとポルシェの差っていうのはほとんどない、もう本当に互角のレースを繰り広げていったようですね。で結果的に結局優勝はトヨタ TS050 の8号車だったんですけども、2位3位にはきっちりポルシェの2台が入ったということなんですね。やっぱりこれはいろんな状況変化に対応できるポルシェのそのチーム力の高さ、それから速さではトヨタ TS050 の方が一枚上手なのかなというふうに見えました。で次のスパはルマンに向けての前哨戦ということで、ほぼルマンで走る車のスペックに近い状態でそのポルシェ陣営もトヨタ陣営も臨んでくることになるようです。実はね、トヨタの方でニュースがあって、実はそのルマンに3台体制で挑むんですけども、このスパにもそのなんて言うんでしょう、まあ、練習というわけではないですけども、スパにも3台体制で臨んでくるそうです。で一方のポルシェは2台に集中したまま、あのウェックのレギュラーで出ている2台に集中して今年のルマンに臨むんですけども、その少数精鋭にこだわった方があれなのか、それともトヨタのようにきちっと数をこなした方が優位なのか、その点も含めてそのスパで示すパフォーマンスっていうのは注目されるところだと思います。はい、カーグラフィック編集部の早田義久さん、今年もありがとうございます。ということで WEC 開幕戦はトヨタ8号車が優勝しましたけども、この後ね続いていきます。5月6日から7日はスパフランコルシャン、そして6月18日から19日はフランスのルマンです。24時間、そして7月はドイツニュルブルクリンクです。日本では10月15日日曜日、富士スピードウェイで開催されます。お送りしてきましたザ・モーターウィークリー、今日はトークバトル、みんな横浜だぜスーパー GT 第2戦富士スピードウェイと題してお届けしてきましたが、いかがでしたか。ゲストにはニスモから松田継夫選手、そしてレクサスチームサードから平手康平選手が来てくれました。いや本当にお二人のお話もねすごく楽しかったんですけど、あのスーパー GT 今年から見に行くとより楽しいことも増えたんです。例えばレース前にですね、みんなでカウントダウンして、そのカウントダウンでスーパー GT マシンの全車エンジンがかかるとか、あとはですね、あの予選トップ3の選手のそのドライバーアピアランスなんかも見れたりして、今までよりこうドライバーを見る機会も増えましたし、そしてみんなで楽しもうっていう感じもねさらにパワーアップしてると思います。ぜひ皆さんも5月3日4日開催されますスーパー GT 第2戦富士スピードウェイに行きましょうね。さあそして今日はプレゼントいただいております。ご紹介しますね。
本日のゲスト松田次男選手、そして平手康平選手のサイン入りポスターを1名様です。これスーパー GT 第2戦富士のポスターですよ。そしてもう一つは松田次男選手、平手康平選手それぞれのサイン入り色紙を1名ずつにプレゼントしたいと思います。どちらがいいか希望を書いて送ってくださいね。メールアドレスは tm@fmyokohama.jp、 ザモーターの頭文字 TM に続いて @fmyokohama.jp でお待ちしてます。ぜひ3日4日富士スピードウェイに行くという方はですね、行ってレースの感想なんかもね書いてもらえると嬉しいです。お待ちしています。さあそしてこのザモーターウィークリー、今日の放送は翌週番組サイトthemotor.jp にアップされます。こちらもぜひチェックしてくださいね。ということでこれからの1週間素敵なカーライフをお送りください。 THE MOTOR WEEKLY、 お相手は藤本恵美里でした。